気仙沼アイスリンク、実行委員会の畠山です。東京の地質会社の金山金山さんの方で、気仙沼に震災後気仙沼に遊び場がないということで、何か作れないかなっていうことでアイスリンクの方を作ったんですけど、砕いて使う氷をそのままかく氷使ったんで、氷運ぶのには結構、時間かかりましたし、真四角な氷ではないんで高さが違うんで、その高さ調整するのにはやっぱり薄く水を何回も何回も撒いて調整したのと、つなぎ目のところ、目地のところを埋めるのには時間かかりました。すごい喜んでくれてるんで、本当に天候の良い日っていうか、毎日来てくれる子もいますし、日曜日ごとに必ず顔出してくれるっていう子もいるんで、こっちも元気もらうっつったら変ですけど、一緒に滑ろうかなって、今も靴履いてるんですけど、はい。で、12回目くらい、楽しいです。今現在は、営業日程の方は金曜日、土曜日、日曜日で、金曜日が、10時半オープンです。で、土曜日、日曜日、それと祝日は9時オープンの夕方5時までということで営業させてもらってます。中学生以下が無料で、高校生以上が靴代だけの300円です。家族で滑ってる方もいますし、子供たち最初に滑らすからつって滑って、じゃあ自分もやってみようかなつって簡単そうに滑るんでつって滑ってみるお父さんお母さんもいますけど、子供さんたちみたいにはうまく滑れないみたいですよ。気仙沼遊び来た際には、金山資料館もありますし、ぜひお近くお寄りの際には気仙沼アイスリンクへお越しください。よろしくお願いします。